ベア級カッターはアメリカ沿岸警備隊の中距離用カッターの艦級。本級の艦名はいずれも著名なカッターから取られていることからジェーン海軍年間やアメリカ海軍協会ではフェーマ姿と称される。1977年度計画で建造が開始され、1983年より13隻が順次に収益した。本級はもともと1930年代に 建造されたトレジャリー型の更新用として計画された。1977から1979年度計画で2席ずつ、1980年度計画で3席、1981年度計画で1席、1982年度計画で3席が発注された。このうち、1979年度以降の建造分については、 1980年8月29日に一度は、タコマ造船所が受注したものの、ディレクター造船所が不服を訴えて提訴したことから、1981年1月17日に、銅造船所が受注し直す騒ぎとなり、計画の遅延をきたした。戦型は朝鮮首労型を採用した。大西洋の過酷な海峡でも活動できることが求められたことから、L。 b 火がタグを見ないほど小さい幅広の船体となっている。ただし、排水量の割に化石祭であり、当初は対抗性に問題があり、制覇による破損を避けるため、31番砲は0.76メートル、かさ上げされた。また現、ユラ装置として、フィンスタビライザーを後日装備している。手記としては、リライアンス級の後期立て造艦と同系統で、機頭数を V 型18気筒に増やした、アルコ 18V-251 ディーゼルエンジンを搭載した。電源としては、キャタピラー D398 ディーゼルエンジンを、原動機とする、格闘車製の発電機3機を備えている。本級は、沿岸警備隊の艦艇としては初めて、建造された当初より統合された式管制システムを、備えており、戦術情報処理装置として、 SCCS-270 統合化船橋システムとしてコンタックを備えている。SCCS-270 は JNS の技術に準拠してフリーゲート統合関西戦術システムと同様に民生用のコンピュータを利用して構築されている。武器管制機能とは連接されていないもののリンク11による戦術データリンクに対応するほか 1992年より海軍の衛星通信システムであるアッチックスにも対応した。艦砲としては、艦首に62口径 76mm 単装速射砲を装備し、マーク92モット1砲射撃式装置による完成を受けた。これは1973年度計画より建造を開始した海軍のオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートに準じた構成であり、 あとにはより大型のハミルトン級カッターにも近代化改装の際に搭載された。また、近距離用として、消火器用のピントルマウント6箇所が配置されており、M22.7mm 機銃、またはマーク 1940mm 自動的弾銃を搭載できる。電子戦装備としては、電子戦支援用として、アン・ s l 9 3 2 1電波探知装置。 電子攻撃用としてマーク1376連装デコイ発射機2機を備えている。戦導艦板後半部はヘリコプター艦板とされており、伸縮式の格納庫には中型ヘリコプター1機を収容できる。なお本級はヘリコプターの搭載能力を持つ唯一の中距離カッターであった。また、U 字にはファランクス20マシュダブリュスと ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射等2機を搭載する余地が確保されていた。固有の対戦兵器は備えられていないものの、航空偽装は SH-60B ランプスマーク3ヘリコプターの運用に対応可能であった。このことから、1988年にはエスカナーバニアン SQR-18 戦術栄光ソナーとランプス用データリンクアン SQR-17 ソナー情報処置装置が搭載され、対戦護衛艦としての改装、運用試験が行われた。ただし冷戦終結を受けて、これらの追加武装の計画は放棄されたものと見られている。w メ m e k 9 1 0セティス、和製なお、中華民国の海巡所は、本級の設計をもとに、関西機運用能力とバーターで高速艇4隻を搭載した。 巡視船として1800トン型巡防救難艦を建造しており、和製、伊星の2隻を配備している。ありがとうございます。